超借金大国日本無責任な政治家や国民だらけの日本そしてリーダー不在の日本あなたは今の日本を危ないと感じたことはありませんか日本を再興しようこの日本を変える主役はあなたです ゲストとともに希望ある明日の日本最高へのシーズンをプレゼントこの種を育むのはあなたお待たせをいたしました田中康夫の「日本最高」「日本最高へのシーズン」の時間今週もやってまいりました。 本日はです、ねまあえー、通常国会が始まりまして、まあ、野田佳彦さんが大、えー、施政方針演説をされました、まあ、それを受けて本日はです、ね、慶応義塾大学教授の岸博之さんにお越しをいただきまして疑問だらけの一体改革と。 はい対してええ、まあ疑問だらけっていうか問題点だらけっても言えるかもしれない。なんか最初あのだってほら税と社会保障の一体改革って言ってたのが、はい、ある時から社会保障と税の一体改革って言った時に私は多分去年の6月くらいの政府与党会議で<え>なんかそれって調査防止あのー。 ね、なんか長、星産三星だとやだよって言ってたのを朝に4つ社会保障の方が先に来たらじゃあ税金払ってもいいのかなって言ってた後であらまだ大変、えー、まさに少しでも増税に理解してもらうためにあえてそういうこともやってるという非常にまあ情けない状況ですけどね。うんうん、そしてまあ日本の新聞社もほとんど全部 大増税反成といやいや,いやいやもう皆さん財務省の根回しを受けてからですね、えー、もう一部の3回的な、ね、産経新聞の田村さんという方や、まあ、まあ東京新聞の長谷川さんとか、はい、そのぐらいで <laughs> 不思議ですねいやもうやっぱり財務省の根回しのあの力、うん、あれはすごいですから、うん、あのやっぱり財務省っ軍隊と同じですので。 でそういう意味では<う>あの重要なポイントを全部押さえていて、うん、経産連も当然そうですし<ー>メディアもそうですしでそういうところに絨毯爆撃的に根回しをするとこうなると細野さんや枝野さんが経済産業省に思想戦の被爆しちゃってますけど、はい、野田さんも財務省に思想戦の被爆されちゃってもう安住さんも,ももちろんそうですし今は経済界もメディアもそういう意味では、うん、もう財務省の、えー、意向に、まあ、従っているというか賛成しているのかよく分かりませんけどもそういう状況ですので。 ここまで増税が本当にいいのかどうするのかっていう議論が巻き起こらない国っていうのはある意味すすごいですねまああの昨日私も代表質問をまた例によって10分間、はい、でとにかく申し上げたのは、はい、あのあれですね国会議員の定数削減とか。はい 国家公務員の給与削減、地方公務員の給与は言わないっていうのも不思議なんですが、まあ、これはまあそれ必要条件の一つかもしれないけど、はいはい、十分条件でも何でもなくてくく世論調査して国民の8割がこの2つはぜひやるべきだと言ってるのは、うん、まあそれ当たり前に の話だからそういだけなんですよ、ね、そうそうそれをすでに過去2年でやってるべきことだったわけですから <laughs>、はいはい、それをやれてないのが今ですので、うん、まあちょっと違うよなという気はしますね。うん、で,で,でまあそのフェアな私はあのー、タックス、はい、フェアなトレード、うんえー、フェアなまあエナジーはい、はい、これは電力も含めて、はい、フェアってことしないとく、ま、くどうなのって言ったんですか 社会保障税の一体改革、これ素案がえま去年の暮れ今止まりましたけど、私は実はそのフェアっていう観点からも内容はすごくおかしいなと思ってまして。で、最初に簡単に説明しちゃうと。私、今回の一体改革は問題点3つあると思ってます。2つは中身に関する問題点、1つはやっぱりやり方に関する問題点で簡単に言います。中身に関しては最大の問題は？ 社会保障税の一体改革といって高齢者産経費年金介護医療でこれで不足額が大きいから5%増税したいとそうすれば財政再建目標にもですね2015年の段階ではなんとか達成できますとこういったロジックで増税を正当化してるんですね実際に政府の資料では高齢者産経費年金介護医療 2015年度でだいたい不足額が13.4兆円ぐらいですかでこれは去年の夏ぐらい出ておりまして、うん、で消費税1%増税すると2.7兆円ですから、うん、まあ5%とちょうどそれが埋まるぐらいと、うん、でついでに言えば、えー、もともと政府が持っていた2015年度のプライマリーバランスの、えー、赤字の GDP 比を2010年度の半減にするという目標もそれで達成できますと。 えー、いうふうふに言っててましてでそういう意味では高齢者産経費の不足額を埋めますとついでに社会保障では、えー、低所得者であるとか若い世代への社会保障も手厚くしますとでかつそれで財政再建目標もなんとか2015年に達成するとそのために、えー、消費税の税率5%上げる必要があると言ってるんです。そういうい意味では出発点がが高齢者産経費の不足額が兆円ですからただ問題は そういうふうに言って社会保障だけに国民の関心を集めてますけども、うん、じゃあ政府の予算全体見ますすと違った光景になるんです例えばこの通常国会でこれから審議されます来年度予算一般会計予算は大体90.3兆円ぐらいでもそれに復興の特別会計のお金あと基礎年金国庫負担の交付国債これますい大体金額が97兆円です一般会計。うんうん ちなみに今のこの瞬間の年度2011年度は震災があったから補正予算ですごい膨らんでます、はい、その前の2010年度これは一般会計予算は投資予算に補正予算を加えた決算ベースでだいたい95兆円です、うん、つまり大体95兆円とか97兆円この水準の予算になっているところが例えば2006年度 2007年度の一般会計どうだったかこれ投資予算プラス補正予算の決算ベースで実は20062007年度は81兆円台なんですつまりわずか34年で一般会計予算の規模が14兆円ぐらい広がってるんですこれちょうど消費税5%分ですよねつまり政府は一生懸命社会保障に国民の関心を集めてますけど実は一般会計の予算全体の規模がこの34年でちょうど 彼らが言ってる高齢者産経費の不足額と同じぐらい広がってるとで、それを埋めるための消費税増税としか思えませんから、まあ、つまり社会保障と税の一体改革とは言ってますけども実態は？ 民主党のばらまき政策と、ねえー、消費税の増税の一体化に他ならないなと、うんうんうん、まあ、してや、ままあ、た岡田さんはいや年金のことも考えれば、はい、10%どころか15%でも足りないんじゃねえかってそ<う>早くも言ってしまってんすそ,それは問題でしてそれが2番目の問題点につながるんですけど 2>,、うんうん、2番目の問題点はやっぱり政府の説明はかなり恣意的になってる、うん、つまり実体的には5%増税する中で、うんえー、社会保障の強化 充実に使われるのは2.7兆円つまり消費税1%分だけです、うん、残り4%は事実上社会保障の赤字の穴埋めに使われます、うんうん、でそう言いながら政府はこの一体改革の説明ではですねこれで若い世代の社会保障も強化されますと、うん、で低所得者も手厚くやりますと言ってるんですけども野田さんも姿勢方針で増税分は必ず皆さんに。うん ね、でも 5%, 5上げる中で4%は過去 <laughs>、うん、今の赤字を埋めるだけですから社会保障水準は変わらないんです、うん、それに加えて1%分が強化に使われる、うん、でもその中で兆円ですよね、うん、例えば若い世代の社会保障も強化しますと言ってますけど若い世代に使われるのは7000億円0.7兆円だけです。うんうん あとはまあ停止とかそういうふうに使われますからううう要は社会保障全体では実はあまり強化されないそ,、ね、それにもかかわらず5%上げると言ってるわけです。うんうん ああのまあそのまそフェア構成ってことは私はとにかく制度ってシンプルに考えないといかんので人口がそのなんか今野田さんはまた肩車型だとかなんとか言っても早い話がもうね20年で人口は1800万人くらい減るんですから逆ピラミッドなんだから私がベーシックインカムを言ってるのもこれはばらまきなんじゃなくて。 やっぱり公除方式というのは必ずそこに属議員属団体が出てくるんだからシンプルなまず給付とそして同じスタートラインに立てない障害があるとかの人にどうするかとあるいはまあそのベーシックインカムは反対だっていうような方の中にも最近そのベーーシックワークワっていうことを言う人が出てきたんですねこれはまあその宮本太郎さんという宮本賢治さんのご子息で今北海道大学にいる人は「ベーシックインカムはけしからん」って言っててなんでかなと思ったらいや彼が言ってるのはつまり地域密 着の例えばまあ道路の清掃とか、はい、そういうのでもいいから週最低20時間は仕事を保証すると、うん、そのことによってまず働きなさいという形を取るベーシックワークとなるほど、ね、これは私は一つあるなと思ったんですよね,で,すねでもっと言えばあの私の仕事感もまだ壊してないんですからあそこを合宿所にしてそ、ね、あそこでいろんな職業訓練をしてフランスやあのポルトガルのように1年間の間に就労しなさいとしなければ翌年から からに減ららしますよねその問題の延長でこの一体改革を見ますとこの2番目の問題の延長になるんですけどもやっぱり改革の中身がですね全然おかししい特ににこれ社会保障関てそうなんです何を言いたいのかっていいますとまさに今先生おっしゃられたように社会だいぶ変わってきたそういう中でシンプルな制度にしながらベーシックな部分をしっかり補強する。 っていう観点から考えた場合今の社会保障制度はそれができているかこれ結論くらいはできてませんすごくラフに言いますと日本の社会保障制度は高齢者にすごい手厚くて若い世代にすごい冷たいんです例えば、えー、日本の年金給付の対 GDP 比の数字を取りますとこれは OECD 平均に上回ってますイギリスより多いですつまり高齢者にはすごい社会保障でお金を使っているんですでも 取得がないいい人とか本当に困っている高齢者が多いなんでこうなるか理由は簡単で資産とか取得が十分ある高齢者にも同じように年金とか医療の優遇とか出しているからなんです一方で若い世代の社会保障支出これの対 GDP 比を取りますと実は日本は OECD 平均より全然少ないんです当然ヨーロッパの主要国に全然少ないです、ね、つまり若い世代出産とか子育てとかこういったものには本当にお金が出ていないこういう現状がありますから この社会保障制度のあり方を高齢化が進む中でかつ担う人の数が減る中でやり続けるのは無理です。例えば年金だって今の年金制度できた時の平均寿命と今の平均寿命を比べると多分10歳ぐらい上がってます。でそういう現実を踏まえて年金支給年齢をどうするかとか全体を考えて要は大事なポイントはすごくマクロ的に言いますともう高齢者に対する社会保障支出は増やすべきじゃないんです。逆に 資産とか資とか十分ある人にはもう、えー、社会保障室はば,ばっさり切るそれを困ってる人に移すっていう世代内の再分配をしないといけない、うん、で増税はどっかでするべきですから、うん、じゃその増税は、まあ、当然地方の財源という部分は必要でこれも今のはあの少ないですからでもこれはね、うん、地方は私はまあ知事やってることに変だなと思ったら使い勝手の一括交付金をくれって。うん でもそんなこと言うんだったら地方が主権だって言うんだったら地方も自分たちでアメリカの州のように税率を決められると自己責任で税を取ってそ,そ,それ完成制ですよね。でなければ、ええ、<laughs> だからあの一括交付金というのは要は甘えてるんです,です要するに中央集権が好きな人が言ってる言葉で,なんで全く意味がないです,です,ですだから本来は地方分権を進める観点からも増税したら半分ぐらいは地方の財源であげると、うん、その代わり自己責任でやると同時に残りを社会保障に使う。でもそれは 明らかに少ない若い世代に使わないとおかしいんです。いや、そうなって初めてね。<っ>いや、これ、私が知事の時にも安岡村と、私が住民だった村の村長は。はいはい、いや、隣のそのあち村と職員の給与が違っていいんだと。<っ> なぜならばうちの財力は違うんだとはい、はい、なのにみんな地方公務員も一律右に習いになってるけれども地元の物価も違うしそこの自治体もだって会社だからもうあの本当に一括交付金っていうのはのしかも交付金になるともう繰り返し述べてますけど補助金だとひも、はい、つきは消しかなんかもいないけど何に使いなさいって限定されてるのに<う>交付金で来ると。ええ どこに使ってるかわかんないとでただ実際は一括交付金できても要はまあ一番知事以外のご,ご経験から詳しいように県庁も市町村も基本的に縦割りじゃないですかで,すで、今の予算配分があるじゃないですか、はい、で 霞が関はそういう縦割りのところですねです予算以外いろんな権限とかです、ね、いろんな部分を人とかで縛ってますのでうん、うん、結局、配分はあまり変わらないという問題があってついでに言えばこの問題ちょっと話を取りますけども、はい、私、現段階で本当に地方分権望んでいる首長はほとんどいないと思います。うん 大阪とか一部以外は、ねうん、理由は簡単で民主党ばらまき政策をすごいやってますよねでこれ予算以外も例えば自治体の,あの発行できる臨済債、うん、これの規模もほぼこの数年で倍増してますから、うん、要は地方自治体もお金がじゃぶじゃぶにきてるんです,んですだからお金がじゃぶじゃぶにきてるから,らもう臨済制裁なんてのは本当に問題先送りあ麻薬ですよあれは麻薬ですひどいですでもそれも倍ぐらいに増えてるだ地方はお金がもう今余ってる状況ですから これでで地方文献に臨むはずがないんですよねそこはすごく逆行しちゃってますので,でそういう中で結果的にこの一体改革も社会保障の歪みを全然直さない逆に民主党はそれでも厚労省は多少良心があったから高,高齢者の負担を増やすとか一応考えたのを民主党で全部潰されましたよね。 高齢者の,あの窓口、うん、医療の窓口100円負担をなしとか、当然、ね、年金支給年齢引き上げも、えー、先の課題と、で要は大体、高齢者が嫌がると、彼らが考えていることを全部先送りしちゃってる。 でも私実際いろんなところを講演で話をしてますと、うん、私、こういう高齢者にとって嫌な話をはっきり言って、うん、でも、これやらないと日本も落ちませんよとで野田さんは将来世代に付けを残さないとかなんかすごいいい加減なこと言ってるけども、うん、これで消費税増税したら、えー、長い期間、消費税を払う若い世代に十分に付けを回してるんですよっていうことをしますとあの普通高齢者みんんな反対しません、うんうん、それが現実ですから、ね、年金が維持できないんじゃないかっていうね。ね から議論しなさいよと人口構造も変わるわけですしだから私はベースッ金も言ってるんでだから年金に変わるものは何なのかっていう議論になればいいのに相変わらずその2年で壊れちゃった100年半年年金と同じ話をしてるん労省の中もご承知のように縦割りですから結局年金は年金でやってる医療は医療でやってる。でとか縦割りの中で年金もあるけども。 生活保護っってもっと恵まれてますよ、ねすまあ生活保護はもう皆さんご存知のようにもう206万210万人になってきて、ええ、あれがまた不思議なのはあの生活保護世帯っていうのが大体150万世帯はい、はい、するとですねいや一人暮らしの人がそんなに多いのか生活保護が夫婦は離婚してたりはい、はい、親子が別に住んでて生活保護になってる人がいやしないかと。はいはいはい ね、ましてや、あのー、最低賃金よりも生活保護の方が,が恵まれてる県が4県に1県くらいという形になって医療費も無料とだからこの私はベーシックインカムを言ったりあるいはベー,ー、はい、ベーシックワークっていうのもあると思うのは本当に体が身動き取れない人を別とすれば、はい、やっぱりその給付の最低、はい、子ども手当のばらまきのイメージと違う形でやって、はい、そ,そして そうでもそれをやらないでな、うん、実際は基礎年金なら6万6千円だけども生活保護に行きゃ、ねまあ 1> 1住居費医療費入れれば20万ぐらいもらえるような,うなよとなっちゃうと当然これみんなこっち行っちゃう今の若い世代からすれば年金の,あの社会保険料を払わない方がいいんですそれで将来生活保護行った方ががの儲かると思いますからそれが合理的行動ですから。うん いいやいや,<れ>いやだからね最近その、まあ、ある私の知り合いの知り合いくらいでテレビ系の仕事をしていて、はい、羽振りが良かったんだけど、まあ、テレビも車用産業になってきたんで仕事が来なくなっちゃったっったらはい、はい、この人生活保護になったんですよ。はい、本当にに元気なのに でその方がそが今下請けの<ー>孫請けの孫請けでもらってるよりもいいっていうあまあ合理的ですよね笑えないどころか怒りもできないでも結局社会保障制度の抜本改革を甲府に先送りしてると、うん、こういう行動が増えちゃうそう,で、ね、でそういう中でベーシックインカムとかそういった部分も含めて社会全体を組み直さないけどもとにかく社会保障をこと先の直しだけやります。で、うん 財務省は増税したいいうの今も一体改革なだけどねこれ私もその財務省の人たちの話をしてると実は構成ということで私はまずインボイスを導入しなさいとあるいは外計標準課税という形も企業のやっぱり7割近くが税金を払ってないと事業税をっていうのはそれは一票の格差以上の話じゃないかとそれをどうするのかということを言うと財務省も上の方の人たちはおにゃ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 言ってるんですけども。 でも一緒に来てるもう少し若い世代は確か,かに、ね、僕の言ってることうなずいてるしインボイス当たり前だし背番号制早く導入して、うん、中小企業なんかでも全然みんな払ってませんからね税金、うん、こういうのもしっかりあの徴収するようにすれば、うん、だいぶ違ったとはなりますよね。 前の前の3割の人たちが過剰な負担してるのをいや下げてくれって言ってる7割の人ってのは何なんだと。えー、ありえないです。ありえないです。うん、でちなみにこの一体改革は3番目の問題点で最初に全部言っちゃいますとこれもやっぱり問題で、うん、私最後増税賛成なんですだか、うん、こういう社会保障の改革をちゃんとやればですね、うん、それでした方がいいただ問題は、うん、じゃあ,じゃあ物事の順番として、うん、まず増税最初かね、うん、と。 で実際はまだデフレが続いてますよね、デフレの中で増税したらデフレが悪化しますよね、うんうん、政府の無駄も切れてませんよね、政府の無駄というのは2種類ありまして、うん、政府に元から埋め込まれてる無駄。うん、でこれは一応、民主党はなんか国家公務員の給料8%切るからって、なんか偉そうな顔してますけど、うんうん、地方公務、員いっぱいいますよね、うん、国家公務員だかでは人件費年間5兆円民あ、地方も入れると27兆円、これ考えると当然、地方も切でるべき、うん、民主党は国会議員定数削減と言ってますよね。 でそれでなんか自慢そうにしますけども冷戦地方議会もっっといっぱいいぱるわけです<う>市町村合併しても減ってないわけですからでこういうのも近内で部分的にやるだけでいいのかよと。うん、で地方みんなそれ地方分野で地方が考えろってんですね、うんええ、ましてや議会のことってのは議会の人が決めてんだからこれお手盛りで、ええ、<laughs> 身を切る話がない、ね、だから私もう一個本当によく思うのはねなんか子供がね「いやーお前しっかり勉強していい学校いい就職しろよいい収入得てくれよ」はい、って言うと「いやー親父じをそ将来やう将来 しなってあげるためにには俺に勉強部役いい車買ってくれいい服買ってくれって言ってるようなもんで、ええええ、それに対して父親は何言ってんだとこの成績じゃダメだと、うん、こ学校の図書館もあるだろうと裸電球の下でも勉強できるだろうと、ね、それでよくだったら少しは考えてやるっていう話なのになんかこのモンスターペアレントが学校の方に文句がないで子供に甘い顔しててっていうなんかね,ね <laughs> だからそういう政府に埋め込まれてる無駄独っだ だって今一応法人の数を102から65減らすって自慢しましたけどただ合併するだけで予算兆円が多分減りませ駄もそういう政府の無駄を取るってことに加えて民主党のばらまきやめることさっき言ったように34年で予算規模が14兆円ぐらい広がってるんです例えば来年度予算ヤンバダム整備新幹線3区間全部やる東京外環道もやるこんなめちゃくちゃなばらまきをして増税をするっていうのは 本当にあり得るのかいやだから私はあの政権交代というのをした時に皆さんも頂点なしてあの鳩山幸夫さんに言ったんですよ。はい、政治主導なんでしょ河川局の予算で全部ダムの周りダムは何も工事も始まってないのに、はい、ダムがなきゃ危ないと言いながら50年できてなくて、はいはい、周りの道路を作って周りのうち家,家屋移転しててそれは道路局や都市局に少なくとも予算を組み替えなさいよと。はいはい そして川は本当にダムがいるのかもっと違う治水があるのか考えなさいよとそれが政治主導ですよって言ってたのに結局やってないから例えば今その関係で言えば被災地だって被災地の復旧・復興プラン作ってます。 被災地のある県なんかで見ると本当はもう今線路壊れて止まっちゃってる JR を再開した方が地元の住民の足としてはすごく便利、うん、でもそれの再,あの再開計画は全くないそうそうなぜかでも国交省は道路を作る計画はいっぱい作ってるなんだこれって感じですよねうだそういう構造がある中でばらまき予算をやっていてでそこで増税するこれは問題2つあって一つ普通国民に理解しません。うん、2番目に金融資料 から言ってもあの野田さん何かっていうとですね国債暴落とか言いますけどもえ金融市場からしたら財政再建できそうかどうかっていうのを考える場合は増税より歳出削減をしっかりやってるかどうかこっちを見ますから、うん、これやってなくて増税だけやっても絶対市場は大丈夫とは思いません歳出削減をしながら先ほど言ったのはベースティックワークじゃないですけれども、はいはい、そのすぐに職業を持てない人にも少なくとも最低の暮らしできるくらいな、はい、それはだってねっ公園の整備だって緑<っ>地整備だってそれは、はい 立派な仕事でねその際に大事なのは歳出削減を無理にするっていうのもやっぱり今のデフレ考えると問題で本当は歳出はある程度の規模を維持した方がいいただ問題は民主党のばら,きばらまきみたいに将来の成長とかに役立たない分野ばっかりやってたらそれは意味ないわけでしてやっぱり将来の成長とか将来の生活国民の安心につながる部分をしっかりやっていくっていうのが本来の筋ですのでまあ 要は2年前政治指導と言っていて官僚指導になっちゃった結果まあ国交省とか役所が無意味に元気になって結局彼らが作りたいものを作るというなんかばらまきになっちゃってる現実を変えなきゃ、ねね、私はずっとその除染というのは単に移す遺跡にすぎなくてはい、はい、海や川にますます水俣病や痛い,痛い病の悲劇を拡散することであの場所は少なくともその政治家が見落として反、はい その30キロ圏内は人は住めませんと、はい、ん放射能に占領された領土ですとそこかその人たちには他の場所でちゃんと新天地で仕事と住居を与えそこを世界からもう今ボコボコ高濃度廃棄物出てるんですからす、ね、逆に言えばそこを最終処分場にするせんしいまさにおっしゃった通りのことをやるべきなのに官僚、うん、はこれ当然でできないわけです,そ,うです、ね、それであの批判されるのが嫌だ、うん、で責任取れない。 やっぱこれ政治しかできませんからでも政治家が官僚の判断に従ってるとなかなか動かないというのはこれは現実ですよねいやだからあの私も、まあ、手前みそですけど知事の時にその外郭団体を94%統廃合してその代わりに逆に県の職員や民間の企業を麻酔してその再就職したいって言ってる人の95%は再就職したんですけどね、はい、この時に小倉正夫さんを使ったんですよ大和院を。はい 余村さんが一面識もないのに私がお願いに行ったら「いや私は別にね自分の会社でかくしたくて宅急便始めたんじゃないと」とこういうのがあったらいいなと思ってやったと当時霞ケ介は猛反対したとはい、はい、ところが私がそうなったらなんか審議会の委員やってくれと言うからやると結局御用学者と御用評論家が来てその台本通りだと,とだけどあんたちょっと突拍子もない人だから私がいいと思ってあなたもいいと思うことはやるだろうと。 言ってこの人はそのグリーン車体も出さない中94%の統廃合してくれた、うん、でもこの時猛反対したのは誰かというと私を最初に支援をしていた地元の金融機関なんですね。 結局外<ー>革団体が統廃合することになるとアカウントがクローズされますからバブル期のいろんなアカウントのことも口座の具合も出てくると,とかその時思ったのはやっぱ改革っいうのは総論だけ言ってて論やらないといいのかなと、はい、でもやっぱり今回の場合も、まあ、それは土庫さんという、まあ、中曽根さんというよ、はい、くも悪くも非常に妖怪の政治家でもあの人が使うことでそれは一つの具体的なアイコンになったんですよねす国鉄改革も何もね。 でそういう人がまあ野田さんの場合には誰もいなくていない,い,ない,いないし、うん、それに加えてやっぱり問題はなんか民主党一生懸命年が明けて一体改革に批判が強くなったら、うん、えやれ なんか国家公務員の給与削減だとか国会議員定提出削減とかやってますよね、冷静に考えると野田総理は所信表明演説で、行、え、革、ー、にずっと民主党政権頑張ってきましたがっていうようなことを言ってますけど、野田政権できたのは去年9月です、9、10、11、12、ほとんど何もやってません、それが一体改革できたから突然焦り出して、これで本当に行革できると思うか、普通思いませんよね。らあらゆる意味で疑問に満ちた え表現を使ってるなぁと思って私は呆れたんですよね。だからその役人どころかメディアからも大批判をされるくらいなことでなければ真の改革じゃ無理ですないんじゃないかと。はい、えー、無理です。どうも失礼、えー、実際に、ね、あのーえー、初心表面絵素を読むとそういう意思もですね気概も何も感じられませんよね。うん、まあ土壌には耳がついてないんじゃないかとってるんですが。これこそその 体が不自由でもまっとうに生きてる人に対しての冒涜になるわけでございまして私どもは別にそのそういう弱肉強食にしようっつってんじゃなくてね、はいはい、体温のある公正な社会、まね、その点で岸さんがおっしゃるですねまずやるべきことっていうのは何なのかということが今日改めて明確になったのではないかというふうに思いますあの本日は大変にありがとうございました,、えー、ま,したまたぜひ、はい、あの原発問題も含めてご視聴いただきたいと思いますということで本日は私広い さんをお迎えをして30分お届けしましたそれでは皆様また来週どうぞお楽しみにありがとうございます日本の借金は1000兆円を超え今も増え続けていますこのままではあなたの子供や孫未来の子孫にまでこの借金を背負い込ませることになります共に立ち上がりましょう日本最高の主役はあなたですあなたの一票で日本が変わる